久保さん、今日ちょっと雨っぽいっすね。雨ですね。なんかね、あの、昨日、まあ、天気予報雨だった、雨というか、まあ、そんな感じだったんですけど、めっちゃ晴れまして、まあ、いろんなところちょっと、前屋さんと行ってきたんですけど、まあ、今日雨でしたね。雨っぽいですね。降水確率90%出てるんですけど、まあ、何がっていうと、まあ、行ける、あ、 なんだ、あ、なんだ、もう、ふざけんなよっていう時もあれば、え、マジでラッキーみたいな時もあれば、まあ、人生っつうのは、雨が降ったり、なんだ、雨が降ったり、晴れたりなんだけれども、なんだろうな、まあ、伝えたいのは、晴れだと思ったけれども、雨の時もあるし雨ど、雨だな、雨だなと思ったと、なんだけど、晴れになる時もあるし、こう、わかんないってことですね。 なんだろうな。期待は裏切るし、期待し、期待していなくても、幸せを訪れたりするし、まあ分かんないってことですね。<laughs> 分かんないですね。うん、何が起きるか。うん、でも、何も起こそうとしなければ、何も起きないってことです。ね、確率を上げ、上げたいんだったらね、何もしないんだら、何も起こそうとしないんだったら、何も起きないと。 どうすかこれ結構ね久保さんとんちというかねあ,あ,ありそうでなかった言葉じゃないですかね言葉的には意味は全く一緒なんですけどね起こそうと思わなければ何も起きない何て言ったっけなまあいいや言ってらっしゃい